どうもこんにちは、三浦です。スーパーマリオメーカーやっていきたいなと思います。ということで僕はですね、マリオメーカーの達人になるべく毎日マリオメーカーをね練習しているんですけど、どれぐらい上手くなりたいのかというと、 YouTube でこの実況者の中でね、めちゃくちゃ上手い人いるじゃないですか。その方を目指してやっている、名前は出さないですよ、名前は出さないんですけど、目指してやってるんですよ。で最近ですね、その人のプレイ時間、まあプレイ時間とかプレイ回数ですねと僕のプレイ回数にどれぐらい差があるのか分かったんで、ちょっと見ていきましょうか。さあ、そのめちゃくちゃ上手い方はプレイ回数が確か40万超えてるんですよ。で、僕はですよ、このプレイ情報っていうところをタッチすると分かるんですけども、ちょっと見ていきましょうか。なんと遊んだコースの数349、クリアしたコースの数183で、この下ですね、遊んだ回数が3590ということで、100倍以上の差がついているということで、これはかなり道は険しそうですね。まあ、とりあえず当面の目標は遊んだ回数7万回、あ、いや7万回もうね、かなりうまい、7万回はねかなりうまい、結構うまい人たちなんで、無理だなそれ。そうだね、当面の目標は遊んだ回数1万回をちょっと目指してやっていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。まずはこちら、クリア率 1.57%、 結構難しい。スーパーマリオ VS メカボウズイラーってことで、ゴジラじゃなくてボウズイラーっていうやつで、多分あのハイヒールのやつだよね。歩き方ちょっとおかしいけど、あー動けない。お、じゃあちょっと中入ってみましょうか。 1.57 だからね、ちょっと気合い入れていかないと。うわすげえ、てかこれどうやって作ってんだろうね。やばい、あの手がなんかワンワンに羽が生えてるパターンになってる。いや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 、これとりあえず前行けばいいのかな。まあとりあえず攻撃はね当たらなさそうだけど、とりあえず何もできないから前に行って、ちょっと結構危ない、結構危ないよこれ。あ、なんだ、あ、なるほど、これだ、これで、なるほど、あ、やべ、さっきはなんてつまらない死に方してしまったんだ。まあこれがね、クリア回数1万を切る人のプレイですよ。これ時間が、この音楽が止まれば、あ、中入れる。で、お次は、矢印があっちに立ってるけどいけないよね。これとりあえず乗って、こっちかな。で、あそこに P スイッチあるから、とりあえず踏んでみようか。なに？矢印上だ。あ、これで戻るのね。戻って、あ、多分矢印が下になっているから、あ、それであの土管入るのね。あ、なるほど。おー、よくできてんね、これ。中間地点。わー、足が取れた。なんかガンダムでこういうやつ見たことあるぞ、なんか。すごい、どういう仕組みなんだろう。でも鍵がない。なんか入れない。ガビーン。どっかに鍵あったのかな。ちょ、これ無理じゃない。ねえ、そこに P スイッチがあるけど、これ無理じゃないっすか、これ。あー、でっかいマリオじゃない、ちっちゃいマリオ。そしたらあれじゃない、こっちじゃない、こうじゃない。で、この鍵がちょっと気になるんですけど、これ入りたい中で P スイッチ、いやー結構手長いよこれ。おりゃー、なるほど。うわ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 、ちょっと待って、あっち向こう行こう、向こう、よし、オッケーで中に入る。うっしゃ、よし、結構いい感じだぞ。クリア率 1.57 の割には、
めちゃくちゃ難しいってわけでもないね、これ。よいしょ。ほらー。で、これで P スイッチ、ハートマークになってる、なんか。あー、ちょっと、ててえー。急に床が崩れるのやだ、怖い。床来てー。で、これで中に入る。中間地点があるとないとじゃ全然違うよね、これ。いやー、登って。よじ。こうでしょ。ちょっとちゃんと火の玉見てないとダメだね、これ。先に土管があって中に入る。さあ来た。あ、これが多分最後っぽいね。もうなんかメガボウズィラのこの本体が出てきたね、メガじゃなかったなっていう。あ、食らっちゃった。なるほど、これでカメちゃんを使ってやっつけるのね。ちょっとコントロールに自信がない人はちょっとダメだね、これ。これ、ケイ、ちょっと危なかった今。ちょっと一発で決めよう。あ、でもさっきから何回か死んでるから一発じゃねえか、これ。さあ、そしたらちょっとあれが戻ってきて、それに乗って最後ぶちかましてやろう。さあ、ちょっと集中。これ、よっしゃー、やっつけた。お、なるほど、これクリアだ。いや、しかしだね、ちょっとなんか途中で扉あったよね、あれ気になるな、マジで。でも鍵がどこにあるのかちょっとよくわかんない。だ、もうクリアしちゃおう。あー、すごい、この人の作ったね、コース、いいねランキングで結構上位だったはずなんですよね。面白いね、これ。さあ、お次は、スピードラン。日本マリオ検定試験。技能能力検定試験2段。2段らしいよ。クリア率 6.36。なるほど。じゃあ、これをクリアしたら僕もマリオ有段者って名乗っていいかな、これ。ネギトローって書いてある。多分、お寿司とか、食べに行ったらネギトロばっか食ってるタイプなんだろうね、きっと。あー、痛い。うん、ちょっと今引っかかっちゃったけど大丈夫かな。有段者になれるかな、これ。よいしょー、オッケー、ジャンプ。あー、僕まだクリア回数たったの3000回のにわかなんですけども、これをクリアしてマリオメーカー有段者になりたいなと思います。待っていただいて。おっと、オッケー。今大丈夫かな、ちょっと足止めちゃったけど。よいしょ、よいしょ。さあ、結構いい感じで、これちょっと危ないけど、うわー、なんだこれ。いやー、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、それ反応できないわ。ヘルメット落ちてたね。くそー、結構戻ってきた。あのヘルメットちょっと気をつけないとね。ワンワンかばして、よいしょー、このままダッシュー。もうこれでゴールかな。やったー、有段者、イエーイ。皆さん、僕クリアできましたよ。まあ、スーパーマリオメーカー2段の人間なんで、皆さんよろしくお願いします。はい、本日の最後、ミッションインポッシブルやっていきましょう。これ発音大丈夫ですか、僕の。ミッションインポッシブルっていう映画で、ミッションインポッシブルってありますよね。多分それをモチーフにしたやつなんじゃないかなと思うんですけども、なんとですね、クリア率が 22.85% ということで、逆にプレッシャーなんですけど、こういうの。さあ、やっていきましょう。まあ大丈夫、さっきマリオメーカー2段取った人間だから、こんなの楽勝さ。とりあえず、あ、上かな。あー、うわ、危ねえ。お、なるほど。あー、な、これ潜入操作ね。なるほど、そういうことね、これ。うん、あいつあんま意味なかったわ、だから。あ、すごい、音楽も再現してるんだ。いい雰囲気出る。あ、キノコだ。いい、あ、これ隠れていくのね、これで。いい。これ隠れてるつもりなんだね、これ。見つけられるもんなら見つけてみなさい。
こうして見ると全然見分けつかないよね。先行こう。あ、そっかそっか。なるほどね。ちょっとこれあのミッションインポッシブルの世界をね楽しみながら行こう。あ、次何出るんだろう。うそーん。なるほどね。じゃあクリボーに紛れていくのね。すごいなこれ。あ、でも矢印下になってるよ。向こう行きたいけど。で、うん、もうあれなんだね。変装するの諦めたんだね、きっとこれ。よし、じゃあ行こう。お、中間地点。早くね、中間地点。で、こっちか。あ、これペーパーマリオ。ペーパーマリオもう、あれだね。変装とかもう関係なくなってきたね。おお、すげえあいつ。なんだあいつ。大砲撃ってくんだけど。うん。なんか至るところにキノコがあるから、え、今よく落としたね、今の。すげえ。そんなことできるんだ。ああ、今食らっちゃったけど。砲弾叩き落とすのどうやってやるんだろう。うん、まあでもキノコが大量にあるからこれ死なないわマジで。さあ隠れて、よいしょ。あれ、これブロックどうやるの。違うよねこれ。いい、あのブロックの叩き方はわかん、まあいいのか、取らなくてもいいのかな、もしかして。ただの飾りかな。よし、次行こう。キノコリー、ちょっとこういうの気になるんですけど、鍵なかったじゃん今まで。お、でこれ乗って、あー、もう逃げるのね。ミッション成功したのかなこれ。敵がいる、かわしてかわして。ゴールはどこだ。下。うおー、すごいことなってる。最後最後すごいことなってる。うわー、ちょっとし、そこで死ぬか。これあれかな、一旦降りた方がいいのかな。もう地面見えるから、こうでしょ。え、入れませんけど。あららら。入らなくていいのか。多分もうそろそろクリアなんじゃないかなと思う。あ、これでクリアね。ちょっと鍵がすごい気になっちゃった感じだけど。うん、さすがクリア率 22%。 あの親切すぎるぐらい、おせっかいなぐらいキノコをたくさんあったね。残りの8割の人一体何やってたんだろうこれ。マリオメーカー2が6月に発売されるということで、今これ撮ってるのが3月なんですよ。3、4、5、まあ約3ヶ月しかないよね。この3ヶ月、まあだいたい100日ぐらいでこの遊んだ回数をどれだけ増やせるかっていう、まあ1万はね超えたいと思うんだけど、な、僕ね、できるんだったら7万行きたいなと思うんですよね。7万。もう、他のね、実況やってる YouTuber の人でも、だいたい遊んだ回数7万なんですよ。で、たまに40万とかとんでもない人いるんですけど、7万ぐらい行ったらね、多分僕、他の実況者の方と比べてね、遜色ない感じになると思うんで、ただ7万回は結構きついかな。まあ、たったの3ヶ月で。うん。まあ、とりあえず、1万遊んだ回数1万目指してマリオメーカーやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。